最大セット、第2セット、どのように対処していく。楽しみですね。ちょっと硬くなってしまいましたね。バッターとしてはうまくセッターに返って、そしてアタッカーに行けば、まあ、攻撃の面はね、はい、その流れさえ良ければ、持ち味は発揮できるチームです。強烈なスパイクを打ってきました、島川。今回も本当に震えますね。しっかりとポイントを取って2対0。チームですのでね、この大会1回、3回、5回の大会優勝したチームですよ、はい、バレー界では老舗のチームでありますのでね、去年は、まあ、久々にベスト8の壁を突破したり、そして今年はとにかく去年は3位でしたのでね、そうです、それをなんとか超えたい、54年ぶりの優勝を目指したいと言います。それで今トリカス飛びました。高さは191センチ。今回はポイントを着実にこの第1セット重ねています。一枚完全に塞ぎましたね。そうですね、トリカスのブロックいいですね。ワンタッチせずそのままアウトです。そうですね、あのスパイクボールにいかに近づくかということで打ってます。ブロックしてますね、はい、早稲田ここで早くもタイムアウト。喋って以降で思い出しましたが、昨日の準決勝も、いや、昨日の準々決勝、中大戦も第2セットまでポンポン捉えて、全然元気なかったですね、はい、で第3セットからこう息を吹き返した時に、やっぱりそういう楽しむバレーというのが見えてきたわけです、ね、はい、ブロックが面白いように決まったんですよ ね、 そうでしたね、はい、逆に今、東海大学のブロックに、なんとなく恐れをなしていた打ち方なんですね、ここは完全にやられました。ジモリを直撃したスパイクを打ってきました。高橋最後のジャンプサー、そのまま相手に返そうです。ここはヒロキ陸上競技のリクという意味でリックとちっちゃい巣が入るんですね。お父さんはオーストラリア人ということでハーフの選手です。クロスリック、ここはフラッシュちょっと乱させましたが、ライトからまた清水、チャンスボールまた東海に帰っています。バック上げる、レフトから来た高橋です。切れ味のいいスパイクですね。ですね、本当に身長はそんなに大きくない、182なんですね、感じさせませんよね、最高到達点は他の長身選手と同じぐらいまで上がります、はい、あれは高かったですね、早稲田の大本の芝小屋がいます。芝小屋は去年はレギュラーではありませんでした。1年生の時はレギュラーでした。今年また復活というか、監督も信頼を置くまでになってきました。清水当ててボールを出しています。ここで8対4、東海大学にテクニカルタイムアウトです。Look.
第2セット滑り出しは連続ポイントなどもありましたが、その後は今一進一退、その序盤の連続ポイントで現在4ポイントリードしている東海大です。この試合に勝てば5年連続で決勝進出、その決勝に進むのは東海大にとっては最低限の仕事です。選手たちが去年の決勝が、決勝戦で敗れた後、実勢を持ってやってきたこの1年間、まさに明日のセンターコート、そして決勝の舞台に立つのは、まず東海大の選手にとっては最低条件。東海大にサービスポイント9対4です。サービスポイント、清水のサーブがそのままラインバイ。これは強すぎました。東海大を率いている積山監督、選手自らが自分たちの課題、とにかく筑波を破ってぜひ日本一だということのために何が欠けているかということを選手自身が自覚してですね、激しいトレーニング、走り込みをしてきたということですから、本当に自発的にやったその力というのは大変重要なことだと思いますね。その結果、このミスが多少目立ったエースの清水がですね、ほとんどミスしないスパイカーに成長してきたことが嬉しいですね。はい、マスター中島圭介にポイントです。芝小屋のサーブ、だいぶ東海の方も本来のものが出始めます、はい、相手を見ながらのプレーが増えてきましたね。相手のところをダイレクトに跳ね返しました高橋。ここでタイムアウトを取ります。マスター2回目のタイムアウトです。北沢にですね、サーブレシーブのボールが集まるように数増やしていかないと、ね、苦しい結果に陥るでしょうね。北沢上げて、ただ今中島を打ってきましたが、よく引っ張りました。押し込む。こういったケースが増えてきています。そうですね、今も本当は自分で落としたいところなんですけれども、オーバーネットを恐れて上手にボールコンタクトをしたところなどが、憎いほどいいプレーですね。あとこれもちょっとセットに近いところ、北沢には変わりませんでした。そうですね、これが北沢があのコンビネーションを組み立てられるような位置へボールを返していけば、本来の増田の持っている速攻とオープンが生きてくるんですね。ただポイントは増田に入っています。足が本当にどこから現れるかわからないゲリラ的な存在なんですよね。クロキン拾えるか。おー、そうは返していった。金子決めてしまうんです。金子、これが金子の運動能力の高さ、また走り込んだ結果なんですよね、はい、本当にバランスが崩れないでプレーできるところが金子のいいところなんですね。強烈なさ、ただこれはどうか、下小屋ワンが上げた、そしてエントに近いが、ただちゃんとブロックに当ててポイントを奪いました。16対7、ネットに近ければ近いなりの打ち方ができるんですね。なるほど、はい、東海大学テクニカルタイムアウト。
体勢を前面に打ち出しました東海大学。一気に何かこう行こうというね、こう発砲をかけるような感じの、ね、エンジンがかかってきて、いつもの東海大学の顔になってきましたね。まずはなんとかサーブレシーブを返したいですね。そうですね、サーブレシーブ返すことと、早稲田大学の方がチームのセッターを除いた平均身長は192なんですよ。東海大学は189で、はい、わずかにリードしてるんですね。ですから2期中心にですね、もう一つ東海大の攻撃をうまい具合に止めたいですね。はい、帰ってくるのは3期でしたが、松永の際止められました。で10点の差がつきました。ポイントが欲しい早稲田ですが、第2セット
て、はい、上手に打ってますね。まっすぐ打ってしまったんではブロックの位置になってしまいますけれども、はい、角度を変えて弾き飛ばすところ、まあ、非常にうまさが光っていると言えましょうね。カザーが入りました。パスがなかなか点差縮まりません。22対12。早稲田もサーブで崩していきたいところですね。はい、連続得点はもうサーブで7割ぐらい崩してブロックが残りの部分を働くというのが一番合理的な点の取り方なんですけどね。バットが戻りました。ここもワンにしっかり返っています。そして金子、リードネットです。ただ東海としては1ポイントずつ取っていけば十分このセットはものにできるという点差、ね、はい、ほとんど連続得点は許していないんじゃないでしょうかね。1回もないですね、はい、この第2セットは、はい、位置が戻ってきました。そして中島に代わって塚田武史が入ります。須永はピッチサーバーとして登場です。マスター実業出身のこの須永、今大会まだ1セットも失わずに準決勝まで来ている東海大学。バスター相手に特に第2セットは圧巻というかだいぶ差をつけましたね。そうですね、もうサーブで崩して不十分なスパイクをブロックできちっと決めて加点していく、これが元々の東海大学のバレーですけれども、普通通りやろうということがこういうことなんでしょうね。バスターとしてはクイックなどを使えるシーンもあったんですが、それも止められてしまうという、読まれてしまってますね。それだけに非常に苦しい展開が、はい、まあ、この第3セットを、まあ、また迎えるという形になります。気分を変えてですね、過去は過去ということですね。春のリーグ2試合やってますけれども、1セットも取れず、秋は1戦やりましたけれども、1試合やりましたけれども、これも3対0で負けているんですね。そういうことを引きずらないで、今は今なんだということで点ずつ欲しいですね。早稲田に欲しいのはまずサーブレシーブをきちんとセッターに返す、足を運んでサーブレシーブする、そしてオープンで攻撃して、それからまた真ん中で攻撃する、真ん中で攻撃してオープンで攻撃する、集中分散という形でボールを回していけばいいんでしょうけれども、先ほど後半見られたように真ん中で攻めて、またバックアタックが真ん中から打つと、そのバックアタックまで止まれてしまいますからね。やはりチームの戦術と、だから今ここでは自分としての戦術は何かということをコートの中の選手が読んでですね、チームの戦術と個人の戦術をうまく絡み合わせていって点をむしり取っていく意欲が欲しいですね。はい、いい時の早稲田は3次元のコートバレーと勝ったニューぐらい横、それから縦のバックアタック含めて、ね、はい、使って